Jonckheereレモナコ RG550VBN 西日本 JR バス 748-7908 現行の塗装、旧塗装Jonckheereレは、ベルギーのウェスト=フランで練習のルーセラーレに工場を置くバス車体メーカー。英語読みでジョンキールと呼ばれることもある。かつては日産ディーゼルとの縁が深く、1993年から2000年にかけて同社の2階建てバスの車体を製造。また日産ディーゼルフィリピンにも協力した。Jonckheereレは1881年に創業者のヘンリー・ジョンクハーにより、馬車やコーチの製造が始まる。同社は最も古いヨーロッパのコーチビルダーの一つである。現在でも、Jonckheereレ製のバスのガラスの隅には、馬車のマークが刻まれている。1902年より、自動車の普及で、自動車のための車体が作られた。まず車体は、ミネルバとロールスロイスと FN のシャシーへ作られた。1922年より、同社の後継者のヨゼフ・ジョンクハーは、トラックとバスの製造を中心とした。1930年には乗用車の製造は中止となった。一方トラックとバスはベルギーの市場で優位に立った。輸送の必要が増やした戦争の後、Jonckheereレはこれにより発展し、製品範囲はさらに多様化された。いくつかの部門は別々の子会社のジョンクハー、サブキントラクティングとして独立した。1998年より1994年から加わっているオランダのコーチビルダーグループ VDL グループに本格的に参加した。2003年には社名が VDL ジョンクハーと変更された。わずかの生産で終わったスペースドリームの製造中止から数年後の1993年、日産ディーゼルは2階建てバスの需要が再び見込めるとして、再度市場に参入することになり、今回は、ベルギーのJonckheereレ社と組み、2階建てバスを発売した。日産ディーゼルスペースウィングの3軸車と共通のエンジンや足回りをベルギーに輸出し、Jonckheereレ社の工場で同社の2階建てバスボディ、モナコに加装し再び、日本に輸入するという形をとった。西日本 JR バスが大量購入し、夜行高速バス、ドリーム号などで使われた。全座席とも居住性が同一ということが、セールスポイントで、室内灯はすべて白熱灯、窓周りにも木材が使用されるなど、日本製の車両とは異なる雰囲気が特徴である。一方、構造の関係から、新宿駅新南口バスターミナルに入線できない制約もあった。日産ディーゼルの3軸シャーシの観光バスがなくなった。ことから2000年で製造中止となった。当初は RG620VBN 型でエンジンは RD 系と共通の V10 の RF10 型だったが、1995年以降は平成6年排ガス規制に適合した RA 系と共通の V8 の RH8 型エンジンを搭載した RG550VBN 型となった。形式認定を取らない逆輸入車扱いとしたため、自動車検査証上の形式は不明とされており、排ガス規制記号が付与されないため、自動車 NOx、PM4 も8都県市ディーゼル車規制条例も適合しているとみなされ、規制対象外車となるが、横浜市交通局は自主的に全車に PM トラップ装置を装着していた。ベルギーに限らず、欧州では、2階建てバスは定員を多くするための車両という認識がある。このため、西日本 JR バスが1993年に発注した際には、なぜ2階建てバスをわざわざ独立3列シートにして定員を減らさないといけないのかとなかなか理解してもらえず、日本のバス事情をJonckheereレ側に説明するのに苦労したという。独立3列シートの部品自体がなかったため、西日本鉄道の夜行高速バスに採用されていた杉本工業の独立3列シートを日本から送って取り付けた。なお、2台導入した JR バス関東は、天竜工業の独立3列シートを横浜市交通局は通常の4列シートだったので、ドイツフォーゲル社のシートを選択している。なお、Jonckheereレにとっては、日本進出は大変、エポックメイキングな出来事だったようで、1993年にベルギーのコルトライクで開催されたバスショーでは西日本 JR バス仕様の車両が展示された。バスラマインターナショナルの記事によれば海外のバスショーで日本向け車両が日本のバス事業者のカラーリングで展示されることは非常に珍しいという。日産ディーゼルフィリピンを参照。ありがとうございます。